金総職は、大韓民国の元サッカー選手。サッカー指導者。現役時代のポジションは、守備的、ミッドフィールダー、ディフェンダー。全羅南道会南軍出身。テグ大学校卒業後上南一和天馬に入団し、以後兵役期間の公衆勝負転出を除き、一貫して上南一和天馬に所属。 2000年のアジアカップから韓国代表にも選出。2006年ワールドカップ出場。2005年のブルキナファソとの親善試合でゴールを決めた。際に FIFA 倫理検証の行動考量6勝、差別禁止に抵触するとみられる独当パフォーマンスを行った。2007年のアジアカップにも出場したが、その大会期間中に、リウンザイラと無断外出の上、 外出先において主演に興じていたことから、2007年12月から1年間の代表資格停止の処分を受けた。このため2008年に予定される2010年 FIFA ワールドカップのアジア地区予選に出場しなかった。2009年、全北現代モータースに移籍した。2012年2月、2014年 FIFA ワールドカップアジア3次予選で4年半ぶりに、 韓国代表に復帰。2013年限りで現役を引退し、現役最後の試合となった12月1日の FC ソウル戦では PK によるゴールを決めた。2014年よりフランスのオリンピックリオンで指導者研修を受けている。ありがとうございます。